だったら私が健康でいることにも何か意味があるのかな。私、綾姉の代わりに東高を卒業したい。綾姉の叶わなかった夢だから。私なんかが綾姉のためにできること、今はこれくらいしかないんだけどね。できることあるのにしないでぼーっとしてるなんて、そんなの私絶対嫌だから。お前さすがだな。え？さすが、あいつの妹だな。進級できますよ。あれ？もちろんもちろん。だって俺は小学校中学校進級してきたんだ。それは誰でも進級のプロだね。どうしたアルト？悪い、ちょっと寄ってくとこあんだ。え？おいハルト！久しぶり。電話できなくて直接来た。聞く気持ちがある人には必ず伝わるから。動けるの。初めて麻生くんと会った頃みたいに。でもね、今日の夢は違った。私車椅子に乗ってた。夢の中でも私は体が不自由だった。自分の体のこと認めてるつもりでも、心の底では認めてなかったのかも。これが私なのにね。俺の今の気持ち言っていいか。ずっと先のことなんて分かんない。けど今の気持ちなら 100% 嘘がないって自信持って言え。俺、お前が話すならどんなにゆっくりでもちゃんと聞く。電話で話せないならこうやって直接会いに来る。俺イルカじゃねえし、お前もイルカじゃねえし、
お前が歩くならどんなにゆっくりでも一緒に歩く。今は頼りにならないかもしれないけど、いつかお前の役に立ちたい。昔みたいに行かなくてもそういう気持ちでつながってるから、住む世界が違うとは思わない。俺、お前のこと好き。なの？好きなのかも。多分。ありがとう。